こんにちは。東京都渋谷区エルセ会議をしています、橋本鹿橋本です。これは上の、左の上になりますが、検視小球子、外地小球子になります。そして保険の金属がこのようにパラジウム合金ですが入っていました。数十年前に、治療されたということです。そして今回、適合が悪いところが発見され、そして噛むときには違和感があるということで、これを除去して、やり替えてほしいという希望のもとに、行っていきたいと思います。動画ではなく静止画でしっかりと見せるようにご説明いたします。そしてそれを外したときの状態になります。先ほどのこの金属を刃を削らずに、金属だけを削り、そして麻酔なしで、そしてこの金属を除去していきます。2分割、3分割して除去するとこのような状態になります。ご覧のようにこの黒いところ、そしてセメントが残っているのが分かると思います。つまり刃を削らずに全くですね、そして金属だけを削ってこのように除去していきます。そのようなことを希望される患者さんが非常に多いわけです。なぜか必要以上に歯を削られる気がする、そして麻酔をするのでわからない、こんなに小さくなってしまったということをよく聞きます。そして拡大するとこのような状態になります。そしてこのような状態になったことを患者さんに説明し、そして削る部分、削らない部分を明確にしていきます。そしてこのように教科書通りの削り方になっていきますから、虫歯以外のところも削っているわけです。つまり金属を入れるために削っているということも患者さんにご説明します。そしてこのようなセメント、古いセメント、そして着色の部分、そして虫歯の部分を除去し、このような状態にしていきます。そしてこの着色している黒い部分、ここを削るかどうかということも患者さんに確認していきます。麻酔は一切していません。そしてその部分を同意のもとに除去し、そしてこのように位相というものでハイブリッドセラミックで位相します。そして歯にはコーティングをかけます。そしてこの黒いところは部分は腱歯、毛縫いとなります。歯と歯肉との隙間に溝があります。そこの部分に糸を入れ、柔らかい歯茎、そして歯、そのエッジの部分をしっかりと分け、そして型取りをして正確なものを作っていきます。一切麻酔は必要ありません。ですからどこが痛い、どこがしみるということも患者さんに聞きながら安全な処置が行います。そしてその後型取りをして、ここに、今回は、ジルコニアのインで詰めるもの、白いものがいいということでそちらを希望されましたので、そちらを行っていきます。歯でお悩みの方、自分の治療をしっかりと確認して進めたい方、時間をかけてほしい方、そのような方は橋本歯科までご相談にいらしてみてはいかがでしょうか。これを戻しますとこのような状態、そしてこのような状態、そしてこのような状態、そして外す前の状態、この部分になります。もう一度繰り返します。これを除去し、歯を削らずに拡大し、確認し、患者さんに説明し、そしてその後の処置も行い、そして片手の準備をして行っていきます。